どうもノンストップラミントン先生と春人と唐揚げくんのお兄ちゃんの弟一つ。唐揚げくん一つでよろしいですか？ありがとうございます。結局兄弟唐揚げくんでしたね。縦全部唐揚げだね。そうだね。今回は大好評企画第2回ヤフー知恵袋なんだっけ？笑ってはいけないヤフー知恵袋やっていきたいと思います。パフパフパフ。ちょっとなんか、はい、そろそろテストしたいなんじゃないですけど、はい、なんか最近可愛いっていうのにかこつけて、はいはい、全然ギャグ線がなくて滑るっていうキャラが薄れてきてるなっていうのを思いましたね。確かに、はい、今割とあのバズらせてもらってですね、いろいろなファンがつきました。そうなる前ですよ、 YouTube 始めたての頃、とにかく滑りキャラ、キャラというよりは本質から滑ってると。母乳で育った、哺乳瓶で育った。どっち？いや、多分おっぱいかな。母乳ミルクの粉をローションで薄めてるから滑ってんのかなって思ったんだけど、母乳でした。でもお母さんがお父さんとパコる時にめっちゃローション使ってるかもしれんの。絶対そう、ローション混じり野郎だもん。そうだよ。え、多分さ、お前生まれてくるの早くなかった？出産の時。あ、早かったかもしれない。ほら、出る時もローション塗った可能性ある。やってるやってる。うわっ、てか出る時にローション塗ったらめっちゃ楽に生まれんじゃん。そんなんできないやったらみんなやってるわ。なんで今回はそんなお滑りクソ野郎であるハルくんにヤフー知恵袋を探してきてもらいました。そう、面白いのを探せてきてるかどうか。あ、なるほどね。俺らを笑わせられるかどうか。あ、でも自信あります。やっぱそう、可愛いだけじゃ今後勝っていけないですよ。はい、あと体張る人と可愛いだけはきついんで。でも面白くないと。どれだけハルが選んできたヤフー知恵袋にセンスがあるのか、今回も俺たちが口に水を含んで耐えれるかどうかやっていきたいと思います。早速行きましょう。お願いします。空気感がおもろいな。ずるいよな、これな。じゃあ、一つ目。お友達に半身浴を勧められて、やってみましたが、うまくいきません。鼻や耳にお湯が入ってしまいます。右半身ですか？左半身ですか？困っています。こういうことで。半身浴。鼻やって言ってなかった。鼻や耳に言って。鼻や耳にお湯が入ってしまいます。鼻や。もう羽に聞こえちゃって俺。鳥やん。いや、もうポルノグラフィティー。まあまあ1個目ですから、まあまあ、まだありますよね、もちろん。あ、もちろんもちろん。全然大丈夫です。弱いのから出してってるんで。ああ、こっからです。じゃあ2つ目。変な音出た。フンってそこで笑わんといいじゃん。2つ目。彼女のキスが人工呼吸で困ってます。付き合って2ヶ月になる彼女がいるのですが、キスをするときに人工呼吸みたいに息を吹き込んできます。お互い他の異性との経験がないので、僕がリードするべきなんでしょうが、今のところ息を吹き込まれ続けています。お前事故じゃねえか。ただの。それずるいわ。続き言ってください。今のところ息を吹き込まれ続けています。正直苦しいです。どうしたらいいでしょうか。で、ベストアンサー、あなたも負けずに息を吹き込んでください。ちょっとずるいな。ずるいでしょ。いや、でもちょっとこれも春のいい良さというかさ、個性ですね。そうそうそう、出ちゃってんだよな。てか想像したらめっちゃおもろくない？初めてキスするときって、お前らみたいなさ、今ほど軽くチューしないじゃん。すぐチューするけどさ。やめろよ。どんなイメージやん。だから出会ってすぐ可愛かったらすぐチューするけどさ、初めての頃ってさ、チューするかもしれんみたいな日があって、経験がない時、どうやってチューしてる時に空気吸えばいいんやろってめっちゃ考えて、なんか一人でなんかあ、なかった、そういうの。ないでしょ。ちょっとごめん、今ないかな。っていうことは田口さんがただの変態ってことですか？自分では晒しただけですけど。まあでも俺は予習してたんで、ちゃんと予習AV というもので。全く関係ないけどさ、あの歯当たる人なんの？興奮しすぎなんだよ。前に出ちゃうってこと？なんか気持ち。なんかそのうさぎやん。その電波とかじゃなくてさ、俺だけ？俺あんま当たったことない。はい、いや、当たってもいいじゃん。本屋で同じ本取ろうとしたみたいな感じあるよ。じゃあ可愛いもんですね。可愛い可愛い。我慢してください。はい、あ、そんな出っ歯の女が好きなんですか？違う違う、だから出っ歯じゃないんだってば。出っ歯の F カップ。じゃあやめろって。柴田理恵ですか？水まずいな。何の水それ？イロハス。うん。水道？うん。ボボボボボ。いや、そうでしょって今。いきますか、じゃあ。うん。四つ目。はじめまして。ジャニーズにはあまり詳しくありませんが、前から気になっていたことがあります。
タッキー安藤翼を頻繁にテレビや雑誌で見かけますが、安藤だけが出ていない気がします。安藤はなぜ出ていないのでしょうか。もう脱退したのでしょうか。これおもろいわね。これおもろいでしょ、うん、おもろい。けどその読む前にその、うん、やめる、なんそれ。いや緊張するじゃん。オリンピック前みたいなことすんなよお前。かまないように。そんなのフフフ。あとボボボボじゃなくて金ないからっつったの。ああ、もうボボボボボや。俺もボボボボかと思った。言えてない。思ってても言えない。ラストいきます。知恵袋と金玉袋の違いを教えてください。あれおかしいな。そうだな、それはあかんな。それはあかんな。え、それどこで笑わせようと思う。その金玉袋っていうなんかその単語的な。あ、いや小2でも今金玉袋じゃ笑わんよ。うん、そうよ。まあ、噛むっていう才能には気づいたけど、逆戦っていう面ではやっぱりチャンネル登録者に比例はしてなかったな。なんかこうなる気がしてたというかさ、はい、昨日俺もちょっとヤフー知恵袋見とこうかなって、うん、滑り続けて落ちなかったら困るもんなと思って見てたのよ。だからちょっと気になるの見つけて、なんか予言というかさ、同じ悩み抱えてる人いるんだなみたいな。え、うん、読みます。うちのボーカルが面白くないことを言ってきて困っています。とても面白くないギャグを言って明らかに滑っているのに、これどうって聞いてきます。その時本当に具合悪くなります。自分の可愛さには気づいているのですが、どうしたら気づいてもらえるでしょうか。他人事じゃねえなって思って。え、そんな悩みのやついんの。でこれを俺がその答えてあげることができたら、この春のギャグ戦も救ってあげることができるんじゃないかなと思って、ちょっとこの人がどんな人なのかなって考えようと思って名前見てみたんですよ。そしたら最初の3つの文字が TAI、 これ多分タイガなんですよね。わっ、バレるー。俺のこと。そうですね。で今回はちょっとまあこのヤフー知恵袋に回答してもらう形で、視聴者の方にちょっと教えてもらおうかなと。この回答を、もう回答、これはあの URL を概要欄に貼っておきますので、あの皆さん回答してください。どうやったら面白くなるか、あのもう可愛いんで大丈夫ですとか、歌うまいんで大丈夫みたいなコメントマジでいりません。マジガチレスってこと。ガチレス。もうどうやったら逆線が上がるのか、面白くなるのかっていうことを答えてください。でベストアンサー、明らかにこれ正解やなっていうベストアンサーもう僕が判断します。あ、この人やって思ったらもうその人のところにお前一人で言ってください。挨拶し、感謝です。ああ、じゃあなんか歌詞を読む。そうそう、言ってください。わかりました。じゃあみんな真面目に答えてもらうということで。仕切んなお前が。教えてもらうな。何仕切っとんねん。そこでゼロになった酸素、一人じゃ私